18歳学生です。すぐ束縛してきたりとか、他の男に会わないでとか、そういうのが重いです。依存してたら別れられないです。19歳の大学生です。連絡先とかを男子はダメみたいな言われるとちょっと無理だなと思っちゃうかもしれないです。なんか LINE とかインスタにいちいち口出してくる人はちょっとそうかってなっちゃいますね。重いな。あります。あります。超あります。結構多いです。なんか男友達が多いので結構多分不安になっちゃうと思うんですけど、それで、はい、LINE とかしてて気分で返しちゃうので、なんかインスタのストーリーとか見て、あの私がもし上げてたら、なんでストーリーを上げてるのに LINE 返さないのとか言われたら、あ、重いなとか思っちゃいますね。あんまり思わないです。なんか特に、あ、仕事関係の人とか連絡取るなって言われたら思うんですけど、そうじゃなければ基本何言われても大丈夫です。全然大丈夫です。相手に自分の隠す場所も特に隠すこともないし、携帯見せてって言われても隠すものないから見せられるし、あんまり束縛と思わなかった。毎日会いたいって束縛してくる人は嫌です。自分のことで病んじゃったりされると重いのかなって思います。されたら嬉しいですけど、まあ、度を超えちゃうと怖くなっちゃうかもしれないです。制限する友達とのよう予定とか、ミニスカート履いちゃダメとか、重いっていうかちょっとだるいなって思って男の子がいる飲みの場にちょっと行かないでくらいだったら迎えに来てくれるとかみたいな感じだったらまだありますね。何してるのって毎日聞かれるときに、めっちゃ電話とか鬼電みたいなしてくる人はなんかあんまりいいかなって。もう本当に漫画とかであるじゃないですか、もうひどい感じのじゃなければ全然大丈夫。携帯の中身見るとかとかかな、わかんない、ないですけど、そんなことはイメージ的にあんまり嫌じゃなくて、なんか、あ、気にかけてもらえるんだなっていう風に私捉えちゃうんで、そんな風かな。メールとか LINE が好きじゃないので、一日に絶対 LINE を一回したいとか、返してほしいとか、追い LINE してくるとかはちょっと嫌ですね。男の子と二人で遊びに行かないでほしいくらいだったら。束縛とか、LINE めっちゃ来るとか、電話めっちゃするとかは重いかなって思います。